新数の久々10日ぶりとかじゃない、そう東京大阪福岡とこの1週間行ってましたんでね、そうと言ってももうね明日愛知、そうなんよ、そうなんですよ、観葉植物は無事なんかちょっと枯れた気がするけど、そんなもうめっちゃガリガリになったわけではない、そうあの福岡ツアーなんか目悪くなった気がする、福岡ツアーの時に普通にホテルに泊まってもよかったんやけど、あの実家に帰るようにしといてよかったなって思った、実家に帰るようにしてなかったら本当に10日間本当にホテルになっとったけん、それはちょっとしんどかったので実家にしといてよかったなって思った、そんな予定とか関係なくしとったんやけど、ひろしさん、セリアさん、あさかさん、まさひろさん、ありがとうございます。福岡なのにホテル泊まるっていうか、メンバーみんなホテルだったので帰れる時間じゃなかったので、ツアー福岡ツアー終わりの時でも、そのツアーの日はあのこの前も言ったけど、ホテルにしたらホテルでラジオをやらんといけんくなるし、しかも朝方みんなのチェックアウトの時間に合わせてチェックアウトせんといけんけんさ、ラジオの3時間4時間後に起きんといかんことになるのがしんどいなと思って実家に帰りますって言ってたんですよ。これは8月13日にもらったセリアさん、ありがとうでした。顔半分ですが、ありがとうでした。なんか目悪くなった気がする、この距離感じゃないと見えなくなった、目悪くなったわ多分。
コンタクトつけてないよ。疲れがあって視力戻る。そんなことある？そんなことある？いや、今はコンタクト入れてないです。今は入れてないです。ライブの時はそりゃ入れますよ。入れなかったらもう事故るわ。スケさんありがたわーでした。ありがたわーでした。スマイルさん、ミミさん、ギフトありがとうございます。久々の家。昨日気づいたらなんか寝落ちして、だいたい寝落ちしてもまあ数時間で目覚めるけど、朝になっとってびっくりした。もう電気もテレビもエアコンももう全部つけた状態で寝てしまっていて、自分でもびっくりです。今日もいっぱい寝ました。昨日はもうレッスンで疲れすぎて、で南さんが今日は絶対にお肉を食べるみたいな、今日はお肉を食べないと無理みたいな言っとって、あサラも肉を食べようって思ってあれにした。国産牛を買って帰りました。国産牛買って帰って食べました。焼いて食べました。昨日アイスも食べたし、なんか美味しいお菓子も食べて、そしたら気づいた、その後寝落ちしました。やじうまさんありがとうでした。
外食だって外食できるような時間にレッスンが終わってないからね。さすがに10時ぐらいから外食に行こうという気持ちにはならんかった。美味しいアイスあれですよ、あのカントリーマームのアイスしか最近食べてない。でもなんかあれ関東にないんよね。東京に売ってなかった。TK さんありがたわでした。ありがたわでした。東京あった？嘘、東京でこの何日間も東京おった間見つからんかった。大阪にはあったけど、ある店とない店があるのかな、コンビニによって。この遠征期間のタワーのお礼は できましたかね。タワさん、かわいいギフトをありがとうございます。何回もあの東京おる期間に食べたくて見て、そう近くのセブンいろんなとこ行ったけどなかったよね、コンビニ。まあ何でもある店とない店があるんかな。甘いものは大事です。糖分大事。糖分取るの大事です。あ、そうだ。
千代さんとの瀬戸内スイーツパーティークックパッドのやつの申し込みも受付中ですのでお待ちしてます。さら個人の方は24日からもうプラチナ会員はもう始まってるけど一般抽選は木曜日からです。スイーツパーティー千代さんとサラのおすすめスイーツおすすめ瀬戸内スイーツを見せるというか食べる、それとなんかしょっぱい系もあるみたいな言っとった。まあ瀬戸内と言いつつサラはそんなめちゃめちゃ瀬戸内に関係あるものを選んだかって言われたら選んでないんですけど、アフタヌーンティーみたいな感じにさあと千代さんの方はなんかそういう風にしてくれていると聞きました。スパンがね今までで一番短いかもってぐらい短い。いつもなんか月の後半とかに中旬とか後半にあって次の月の中旬こうもっと後半にあるとかがあったけん1ヶ月以上空くこととかそう結構あったけど今回は3週間ないので早めな気がします。ドリンク選べる感じじゃなかった。あ、そうだよ。知らん。何も知らん。その辺はちょっと何も知らないですけど、詳しくは知らないですけど。まあそんな感じです。あと9月は9月9日あやぱんとアリちゃんの生誕祭の日土曜日は久々の花だれ公演です。7月頭ぶりなので2ヶ月ぶり
の花だれがあります。2ヶ月も空くとね、だいぶ出てない気持ちになる。まあ出てないんだけど、実際下番と久々っていうか、まあそうね、前回の花だれの下番とぶりやけど、まあ2ヶ月ぶりです。福岡のお昼のヘアバンドじゃない、あれカチューシャです。ヘアバンドではない。延期の公演はまあまあまあ、メンバーのスケジュールとかまあいろいろあるんじゃない。ヤジウマさん、トロピカルフルーツありがとうございます。そう、名古屋、明日明後日名古屋なんですけど、早いことに明後日は当日券もあるみたいなので、まあ明日来る予定の人はそのまま、あの急にホテル取るの難しいかなんか分からんけど、まあどうせ次の日もいるよって人はまあ来てみてはいかがでしょうかって感じですね。いかがなものでしょうか。まあ夏休みとはいえね、大人は普通に平日なので、来れる来れないあると思いますが、来れる方はお待ちしてます。確かにね、確かに名古屋って考えたら関東からやったら結構近い方だね。広島から行くとまあまああるけど、確かに。
名古屋ライブで行くのは2回目表ツアーぶりの名古屋です。名古屋で真似したいの予定がない。名古屋はねカフェは行ったまだ未開拓。名古屋カフェはまだ未開拓です。多分未開拓だと思う。なんかはあるかな。あるものといえば写真撮ったんやけど、なんかね空が写ってる写真がなくて、撮らんかったんかな、撮った気もするけど撮ってないんかなみたいな感じで、もメイクしとった気がするけどなこの時みたいな。まあめっちゃ前なんですけどね。1個だけ真似できるとしたら1個だけあるけど、サウの写真がないよね。なんでやろ、撮ってないんか、消したんか。いやー撮ってないんかもしれない。食べ物の写真はあるけど、サウが写ってる写真はなくてないし、いやそうないんですよ。前にメールに送ったことある気もしなくもないけど、1年半前って何？1年半前って名古屋行ったことあるっけ？1年半前、桃鉄の時ってこと？桃鉄の時はどこにも行ってないと思うけど、映えなかったって言ってなかった？映えなかった？名古屋でそもそも行ったことない気がするんやけど、全然違う。普通に名古屋仕事の後にあーのちゃんと食べた。何のことかわからない。1年半前が何なのかわからない。桃鉄はあの頃は何も言ってない気がする。言ったっけ？言った記憶が何もない。あの時は普通にホテルにいました。ひつまぶしかなんかが出たんよね確か、お弁当で。それを食べた記憶ぐらいしかない。
メイテルの収録の時のやつをそう言っとるよ。それを言っとるんやけど、それは写真がないんですよね。それが写真ないっていう話。それが匂わそう。それを言ったんですけど、あとはあの STU チャンネルの時に、あの南さんとひなさんと4人で、アーナちゃんとそう4人で。名古屋グルメ食べたけど、でも別にそれは適当に入ったお店で食べただけなので、真似したいにおすすめできする感じではないのでしない。きしめんのやつはあるんやけど、でもなんかそれ写真撮らんかったんかな、撮った記憶があったけど撮ってないんかもしれん。その時メイクしてなかったんかな。いや、うん、いやしとったと思うよね。けど撮らんかったんかな、ちょっと覚えてないんですけど。そう、名古屋はね言うてそんな行ったことがないので、メールで届いた記憶はない。でもきしめん自体は送った気がするけど、それ自体のメールは送ったことあると思うけど、ただそこでさが写った写真を撮ったかって言われたら、でもあんたちゃんに撮ってもらった記憶があるよね。でも写真ないよね、消したんかな。消したんかもしれん。キシメンの画像は覚えてるけど、名古屋以外でキシメン食べることあるかな。でも名古屋以外であるかな。まあとりあえず名古屋は、名古屋のカフェは見たい、未開拓なので、カフェは真似していただくカフェはございません。残念ながらございません。紙面亭に行ってください。でもあの駅、名古屋の駅のとこのさ、グルメ街めっちゃ人多いよね。めっちゃ並ぶ。今どこも人多いけん余計並びそう。
どこも並ぶんよ。どこも並ぶんですよ。おいでませ元気さん、バーバブさん、イサナコさん、お疲れギフトありがとうございます。うわ、きしめんてエスカ、エスカ地下街、きしめんめっちゃ好き。ひつまぶし食べたい。台湾ラーメンとかもね、意外と地味に食べたことない。あの名古屋では、名古屋では食べたことない。食べたい。台湾まぜそばも有名よね。なんでなんやろ、名古屋で台湾まぜそばが有名。台湾まぜそば、花火ってやつ。手羽先はもう絶対で、味噌カツもうそんな好きなイメージなくて、好き、うん、そう好きじゃなかったけど、名古屋で食べたらめっちゃ美味しかった。名古屋コーチンかなんかの卵焼きやったか、なんかそういうやつも美味しかった。そういうやつも食べた記憶がある。あと味噌煮込みうどんも食べた。吉田さんのキャップで某映画のエキストラ参加してきた。ウケるあのキャップで、すごいじゃん。
ね、名古屋、そう名古屋結構ねさ好きな食べ物というかいっぱいある。名古屋グルメはあの前回行った時にその南さんとひなさんとあんなちゃんと4人で食べた時がに一気に食べたって感じ。そこのお店にいろいろあってそこで一気に食べたってだけで、そう行った回数的に言うとめっちゃ行ったことない。回数的には名古屋はまだ全然行ったことない。桃鉄アーと STU チャンネルとメーテレ約3回ぐらいしか行ったことない。前回の1回でいろいろ食べただけで全然いろんなお店に行ったことあるとかじゃないっていうね。食べたいものはいっぱいあります。なんか濃い味が多いよね名古屋は。なんか最近カツが好きかも。カツっていうかなんていうの、串カツ、大阪行ってきんかな分からんけど串カツ、串カツ、味噌カツ食べたい。今度大阪でもめっちゃ串カツ食べたい。今度は普通にだるま、串カツだるまとかに行きたい。手羽先はねもう当たり前に美味しい。あのサクサクがいいんですよ。ヤバトン行きたいけどさ、でもあれは店舗的にいっぱいあるよね。店舗的にいっぱいある。けんまあ無理して、あと山ちゃん手羽先、山ちゃん広島にもあるし、そう無理やり無理して名古屋で食べる必要はないけどって感じ。
そういうチェーン店はね無理に名古屋で食べる必要はないけど。明日見に行きます。楽しみにしていてください。名古屋半かけパスタね、まだあんま引かれてない、引かれてなくて食べてない。全然あんは苦手じゃないけど、なんか出てきたら食べるけど自分で食べに行こうって思わんって感じ。名古屋いいな。そうモーニング行ってみたいけど、ちょっとモーニング起きないモーニングは行ってみたいけどって感じですね。あんかけパスタはピリ辛？ピリ辛なん？そうなん？味噌カツ食べたいな。でも名古屋は大体なんか適当に、名古屋の居酒屋みたいなとこ適当に入れば全てがありそう、全てが置いてありそう。手羽先も串、手羽先も味噌カツも全てありそう。モーニングいいよね。ただ起きるかって言われると別の話。ひつまぶしも食べたいけどね。みんな名古屋に来る人は何を食べるんですか？ひつまぶしは前食べたけど、まあお店で食べてないってだけ。でもせっかく食べるならあの店で、あのでかい器に入ったやつで食べたいよね。
手羽先ときしめんは結構必須じゃないですか。こんなん見とったらお腹空いてきた。かけパスタね、今まで食べてきてないけ、ちょっとまあ頭には入れておこうかな。手羽先味のじゃがりこね、あれはねもう何回も食べたことあるけど、あれも絶対買って帰らないとね。こういう調べるのめっちゃ好き。でも最近調べる機会がありすぎる。美味しそうなのばっか食べてますね。ピオリンのお店もなんかいつも並んどるイメージ。自分で買ったことはないけど。名古屋のに行くからにはモーニングを食べてみたい気もするけど、行けるかどうかは分からない。まあ皆さんはぜひピオリンチャレンジでもしてみてはどうでしょうか。コンパルってよく聞く。サン、あ、カツサンドのお店。あれか、コンパルってよく聞く。なんか結構味の濃いジャンクに近い、なんか食べがいのありそうなものたちが名古屋には多いイメージ。したことあるんか。そう、したことはない。かあの差し入れ、それこそ前回の、あでも今回もありそうだ、ないんか。前回の桃鉄の時に
差し入れで来たぐらい、来た時に初めて食べたかな。差し入れでピオリンありそう、めっちゃありそうな予感。わからんけどめちゃめちゃありそうな予感です。名古屋グルメ調べよったらめっちゃ美味しそうなの出てきた。名古屋辛麺めっちゃ美味しそうなんですけど、辛そうではあるけどめっちゃ美味しそう。花火総大将監修って書いて、辛そうすぎるけどめっちゃ美味しそう。食べたい。確かにスタッフさんがチャレンジ失敗しとったら面白いね。めっちゃぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃのが届いたら。名古屋辛麺って出てきた。うまそうすぎる。こんなの美味しそうにも程がありますね。辛いものが多いんかな名古屋って。なんか味濃いよね。味が濃いもの。こんなん絶対美味しいやん。あでもこれラーメンなんかな。甘辛ニンニクラーメンスペシャル、辛麺をアレンジした、だってえぐい、これはえぐい。こんにゃく麺ではないけど、やば、めっちゃ食べたい。美味しそうすぎます。でもここは行けなさそうだな。めっちゃ食べたいけどここは行けなさそう。めちゃめちゃ食べたいけど、お預けですこれは。ブチャンセブンさん、竹松留さん、ありがとうございます。行っちゃおうよ。いや行けない、もうここはちょっと行けない。行けそうにないけど、行けそうにないけど、行けるなら行きたいですけども、食べたすぎる。サラピリリご飯の辛さ大丈夫だったら辛めもいけるかなって。いけません。サラピリリご飯はそんなピリリ程度なので。
きます。へえ、めちゃめちゃいいですね。名古屋は多分食の好みが名古屋は合います。名古屋グルメで一番食べたいぐらい一番美味しい。そう、みんなもモーニングとか行ったらいいじゃないですか。帰る日に朝モーニング行って帰るとか、2日間連続で来る人は合間の朝にモーニングに行くとか。いいと思います。喫茶店が、喫茶店なら絶対さみんな行きやすいじゃん。大理石系のお嬢系のカフェより行きやすいでしょ。名古屋は土地勘ないんでね、私はちょっとまだまだ難しいですが、多分調べてどっか行けたら行こうかな、起きれたら起きれれば。ライブの次の日ってまあなかなか起きれないんでね、起きれるかは分かりませんが、起きれたら。もうお腹空いてきたよお腹空いてきたよ。まあでも朝からあんかけパスタとかはちょっとって感じ。誰かと行く約束でも結構みんなインドアっていうか行動的じゃないメンバー多いので、それは別に約束さえすれば全然起きていくけど、ただそこに乗り気のメンバーがいるかどうかはわからない。そら割と行動的だと思うけど、行動的じゃないメンバーの方が多い。朝からパスタは食べれるかな、食べれるけど食べれるかなあんかけパスタとか食べれるかな。
お互いが起きれたらぐらいやったら絶対起きないので、片方が行こう行こうって人やったら全然起きるんですけど。もうすでに約束はあるんですけど、約束はあるんですけど、モーニングの約束はない。そう、モーニングの約束はないんですよ。モーニングってそんなに変わらないよ、ボリュームって。夜勤こそダメなんじゃん夜勤こそダメなんや。朝からそんなに食べれるかっていう問題。その片方になればいける。でもこっちがそれはさ、誘う方が乗り気なのはまあそれは当たり前じゃん。でも誘って相手が起きれたらねぐらいだったら絶対それはもう乗り気ではないっていうことなので、相手が行きたい行きたいってタイプやったらおマジってなるけど、それ誘った側が乗り気なのはそりゃ当たり前の話そりゃ当たり前の話なんでね。米田コーヒーは広島にもあるんで大丈夫です。同じテンション感で いかないとね、せっかくだった同じテンション感でいかないと何でも楽しめないですからね。気づいたら57分。お腹が空きました食べたいものがいろいろ見たことによって余計にお腹が空いた。もちろん何か食べれたら報告しますということで、58分なのでランキングで読みたいと思います。いや絶対もう絶対差し入れでピューリンが来ると信じている。それではランキング読みます。13位中野32位おいでます元気さん、11位ともゆきさん、10位しばけんさん、9位えんちゃん、8位奥ゆきさん、7位ピレスさん、6位セリアさん、5位ターさん、4位やじうまさん、3位ゆさなこさん、2位ゆちゃん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。それでは明日は名古屋ということで、来られる方はよろしくお願いします。来られない方配信もありますので何卒よろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。
バイバーイ。インスタも見てね。いいね、コメントしてください。バイバイ。バイバーイ。